お値段以上に見える着方っていうのをぜひみんなと一緒に考えていきたいな。試着室はマジックバックス。こんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今回は私がね、今まで購入してきた2020年夏ザラ、ユニクロ、GU、それから無印良品、これらのいいところプラスここを注意して買ってねっていうようなところを皆さんにお伝えできたらと思っています。まずね、すごく重要なのが T シャツのこういう襟ぐりで、 GU とかユニクロは割と首回りとかすごく綺麗に縫製されているのね。で、その中でも特にね、高見えするものっていうのをお伝えすると、これ無印良品なんだけど、これ襟ぐりのところがパイピングされてこう包まれてる感じなのね。で、しかもこの細さが繊細さをこう表してて、高見えするタイプの襟ぐりなので、こういうちょっとしたディテールが高見えか安見えかの差になってきます。あとは同じ GU でも脇のところが三つ折りしているタイプと、ロックのミシンをかけて縫いっぱなし、これはザラだけどこういう風にね、ロックでかけてるパターンと、こういう風に三つ折りって言ってね、綺麗に巻き込んで縫ってるパターンとすごくあるから、これがね、ブラウスみたいなもののこういうところが一瞬手を上げた瞬間とかにこうチラッとかって見えていたりとかすると、あ、ちょっと安っちって風に思われてしまうともったいないじゃない。そんなわけでぜひとも見ていただきたいのが、一番重要なのが縫製、綺麗に縫えてるかどうか。ザラなんかはしっかりとした素材のものだったりとか、縫製がとても上手なものもあったりとかする反面、素材はすごく良かったんだけど、よく見てください、この部分ヨレヨレっとしてるの。袖のね、脇の部分はこう綺麗に三つ折りしてるんだけれど、ここはね、形上三つ折りできないから、ロックミシンがガガガガガってかかっているの。そうするとどうなるかっていうと、こういう薄い素材ってね、ヨレヨレヨレっていう風にして見えたりとかするのね。これは買う時にチェックしてもらいたいところ。あとね、重要なのがね、私今こうやって背中にね、セーター背負ってるけど理由があるの。どういうことかっていうと、ちょっとこれ外してみるね。ここ見てくれる？どうしちゃったのって思うでしょ。これね、実を言うとね、ある程度いいものを売ってたりとかする位置づけの日本のブランドなんだけれど、私必ずお洋服を買うときって試着するのね。で、これもちゃんと試着して買ったんだけれど、すごい大人っぽい色で、いろいろ中間色だからいろんなのに合わせやすいなと思って購入したはいいんだけれど、試着して店員の方が、あ、じゃあ新しいものを持ちますねって言って、わざわざバックヤード行って新しい袋に入ってるものを持ってきてくださったの。ところが家に帰って開けてみたら、なんだかすごい縫いがおかしいぞって後で気づいて、後ろ見てもね、ここら辺余ってるの。チェンジも多分できたと思うんだけど、なかなか行くタイミングを逃すような場所だったから。だからね、データを巻くことによってちょうど隠してるし、腕も細見え効果っていうのも出したりとかしてる。だからぜひね、お洋服は試着してほしい。で、なかなか自分の家のそばにね、ザラだったりとかお店がないよっていう方は、もちろんそのネット上で購入ポチッとできるからね。でも必ずお家に届いたらきちんと試着して、縫製がどっかおかしくないかなとか、袖周りがなんかおかしくないかな、縫い方が変じゃないかなっていうのをチェックしていただいて、もし見つかったらすぐ返品した方がいいと思う。本当にもう、あ、しょうがないなっていう時は、何らかの方法をこうやってね、考えるっていうのがお洋服に対して私は今まで向き合ってきたあり方なんだけど、ぜひともお洋服のいいところもチェックするけど、悪いところ、あ、これ本当に私に似合うのかなとか、私だって高く見えるかなとか、お値段以上に見えるもの、見える着方っていうのをぜひみんなと一緒に考えていきたいなと思ってます。それぞれのブランドの良さ、それぞれのブランドの難しいところってあるんだけど、それぞれのブランドのいいところ悪いところ目利きをするようになってもらえたら嬉しいと思います。いかがでしたでしょうか。ではぜひ次もご覧くださいね。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。バイバイ。